6月27日日曜日、時刻は午後6時を回りました。辛坊治郎サンデーキッスプラス、サウンドクルーの薄田ジュリアです。加納恵美子です。ゆうきとゆひろです。はい、はい、今週も3人ですね。はい、そうですね。なべちゃんはまだ、うん、サンディエゴにいらっしゃるみたいですね。はい、というかさ、はい、辛坊さんあんな早く、いや驚きました、びっくりしました。どうよあれ、6日間ぐらいしかいなかったよね、アメリカに。いやだから緊張状態を保つのが結構大変だっておっしゃってたから、うん、まあ、結構思ってたより早く出るんだろうなとは思ったんですけど、うん、船の修理もっとかかると思ってました。いやサンディエゴはね、うん、本当に私も3回行ってて、はい、船っていうかヨットがね、うん、3000艘ぐらいあるんだよ。うん、でものすごく多くって、うん、でその修理屋さんも多分たくさんあるんだと思うの。で修理してる映像とかもあったんだけれどさ、やっぱ皆さんすごくプロの方で手際よくだから辛坊さんの手も、まあ、しっかり治ったというふうに聞いてますけどね。すごい。いやそれより何より、うん、なんだろう、各テレビも出てたじゃない、うん、テンション高いしさ、うん、仙人のような格好だったけど、はい、再出発の時はヒゲも剃ってたね。ねえ次帰ってきたらどんな姿になってるんでしょうね。どうなってるんだろう ね、まあ、また同じぐらいの時間かかるのであれば同じようなヒゲがまた伸びて、ね、あとさ感動したのがね、はい、辛坊さんが太平洋は寂しくなかったと、うん、みんなが応援していて一人ではないっていう話はね、うんうん、なかなかちょっとまたうるっときちゃいましたけどね。話面白かったですね。なんか自分は異世界にいて、うん、現実世界の方と電話だけこうつながると、うん、ただそこには行けないっていう、なんかその面白いなんか感覚、うんうん、なんか聞いてると映画になりそうだなとか、なんか哲学的だよね。はい、だからやっぱりああいうなんだろう、太平洋中を横断したりとか、うん、ちょ日常ではないところにいるとそういう感覚になるのかな。うーん、ね、なんか体験したことないから全く分かんないですけどね。分からないけれども、うん、なんとなくほら山に登って、例えばね富士山に登って空をずっと見てるとさ、うん、そういう感覚になったりするじゃない。あ俺は地球にいるんだみたいなさ。うん、何それ。いや地球にいるんだはなりますけど、でもその太平洋のど真ん中で一人だったら、私なんか生きてるのか死んでるのか分かんなくなりそうです、うん、不思議な感覚でね。そうだけど星がすごく綺麗だったりすれば違うんじゃないの、うん、でもこれは本当に見えてる星なのか、うん、なんか本当はなんか私全然違う宇宙かどっかにいるのか、なんか分からなくなりそうです。あー、うん、なるほどね、はい、じゃあ早く帰ってきていろんな話を聞きたいね。ねえ、たくさんあるでしょうし ね、まだまだ。いやだから僕が見たこともないような景色とか、あれはイカは見られたのかな。いやそれそう先週聞きたかった、忘れてた、はいはい、ね、それがだって一番の目標でしたもんね。そうそうそう、イカが空を飛んでる、うん、なんだっけ、写真を見て太平洋に行きたいと思ったって辛坊さん言ってたじゃない、うん、はいはい、そのイカは見られたのかな。いやそう聞きたかった。でもその話全然メルマガにもどこにも書いてないから、ってことは見られなかった、ね、見てないんだなきっとね。でも本当にね、また太平洋を渡ってね、うん、日本へ帰ってくると思わなかったね。いやみんな言ってたじゃないですか、うん、絶対片道だよって。辛坊さん飽き性だし、うん、往復するって行く前は言ってるけど、うん、一度経験すると絶対最後飛行機で帰ってくるよねってみんな周りの人が言ってたんですよね、うん、辛坊さんの周りの人が、うん、じゃあ往復ですよ、うん、びっくり。いやだからその辺のこともね、この後今日は鍋谷くんとまたつないでるんだよね。はい、だからサンディエゴから鍋谷さんにですね、うん、そのあたりの辛坊治郎さんの状況をいっぱい聞いてみたいなと、そうですね、思ってます。はい、では進めてまいりましょうか。はい、辛坊治郎サンデーキッスプラス、この番組は再びヨットで日本へ向けて太平洋横断に出た辛坊さんの航海の旅を見守りながら、さまざまな分野のスペシャリストとともにお届けする情報サプリメント番組です。今宵も神戸から午後7時までお送りします。今週のオープニングナンバーは兵庫県川西市にお住まいのキッスネームドラセナドラコさんからいただきました。松任谷由実、ダイヤモンドダストが消え沼にでした。メッセージもいただいています。ありがとうございます。ジュリアちゃん、エミコちゃん、ゆうきさん、こんばんは。こんばんは。そして今頃帰国の機内の鍋谷さん、お疲れ様でした。
辛坊さん、なんとなくそんな気がしていましたが、袋もカオリンで帰ってくるのですね。はい、カオリン。カオリン。カオリン5ですね。生死を共にしたカオリンをサンディエゴに置いて帰ることはできなかったんですね。うん、気持ちわかる気がします。そんな辛坊治郎さんが貿易風に乗って順調な航海ができることの願いを込めてこの曲をリクエストしました。うん、本物のカオリンを呼び寄せてハワイあたりでゆっくりされてもいいかと思います。おー、いいじゃない。すごいですか、奥様、ねえ、はい、確かに ね最高のプレゼントですよ、ね、そりゃそうだね、金髪美女とか言わずにね、金髪美女ハワイにもいるけれど も, けれどもそこ本当の ね奥様をお呼びして、はい、ということでこの後はまだまだ喋っていないことがたくさんあるというサンディエゴにいる鍋谷さんとつなぎます。はい、サンキスニュースピックアップ、今日は再び太平洋へ出た辛坊さんをサンディエゴで送り出した後、抜け殻のようになってるんですかね、鍋谷さん。つないでみましょう、鍋谷さん。鍋谷さん。はい、どうも。いや、まずジュリアさんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。嬉しい嬉しい。君はやっぱり優しいね。ゆうきさん、大阪大逆転出版おめでとうございます。ありがとうございます。今、アマゾンで2位です。はい。はい、あのお友達の結婚式おめでとうございました。 ありがとうございます。なんかアメリカにいるような感じじゃないね。全部フォローしてくれる ねそうでしょ。実はもう成田にいてるみたいな。いやいや、サンディエゴです。そうですか、ということで、はい、いつ出発するんですか、はい、サンディエゴ。ね、もう今日ですね、はい、日本時間の日付が変わって月曜日、まあ、深夜1時か2時ぐらいですかね、うん、そちらの時間でいうと、うん、その飛行機に乗って、うん、まあ、帰りは 2,3 時間ですかね、うん、揺られて月曜の夕方5時過ぎに成田空港に到着ということで、うん、成田に着いてからどうなるの。成田からはですね、うん、公共交通機関が使えませんので、もうレンタカーを大阪乗り捨てで、予約してますので、成田から大阪まで、それに乗って、えっちらおっちら、はいはい、帰ります。でそれで、自宅かホテルで待機って形になるの。自宅で2週間ですね。あの成田空港近辺の、うん、まあ、あのそういう隔離ホテルで2週間っていうのも、まあ、選択肢としてはあるんですが、さすがにちょっとこっちで20日近くあれしてまた帰って2週間ホテルっていうのはもうちょっとさすがにそれは無理だなということで、あの、うん、レンタカーで帰る方を選んだんですよ。これね、後から分かったんですよね、うんうん、ロスを経由すると、うん、あの関空に帰れたんですよ。ただ僕はもともと仕事じゃなくてプライベートで行こうと思って最初はチケットを取ったのでマイルで取ってたんで、はいはい、もう変更、まあ、変更もしようと思えばできたんですけど、うん、あのもうそのままでいいやと、まあ、行きしなも成田経由で、うん、日本放送とか寄っていかないといけなかったんで、うん、もういいやと思って、でもうあの結局成田出発、成田帰りなんですけどね。音がギリギリだな。大丈夫かな、音声がちょっと乱れましたけど、成田出発で成田到着ということですね。結局はい、そういう選択肢になったんですけどね、はい、辛坊さん送り出してから数日ですけど、この間はもう、あの何をされてるんですか。いやもうね、うん、まあね、辛坊さんの方がもっと大変ですけど、うんうん、結構ね、うん、こっち辛坊さんが行ってた時の生活サイクルっていうのは、うん、こちら時間の朝9時とか8時に起きて、うん、で辛坊さんのヨットに行くわけですよ、毎日朝9時とか10時に、うんうん、あのメルマガ担当している S さんと一緒にね、うんうん、で毎日いろんな修理のお手伝いがあるわけです。そのプロの修繕屋さんとか、うん、あとそのヒロさんの、お友達の方とかも手伝ってはくれるんですが、うん、自分たちでやらない細かい修繕もいっぱいあるわけですよ。自分たちで、うん、つなぎ直すことのできるロープで、うん、ロープを張り直したりとか、うんうんうん、いろいろ船内の、なんていうんですかね、例えばエンジンオイルの交換のお手伝いとかね、はいはい、もう油まみれになりながら3人でやるわけですよ。バケツリレーとかせなあかんのでね、うん、でそれを毎朝朝9時10時に起きてヨットに行ってやって、うん、で足りない部品を買い出しに行ったり、あとまあ合間合間で日本からの取材を受けたりで、結局私それのコーディネートもしないといけないので、そうだよ、常に日本と、鍋谷さんいっぱいテレビで見たよ、テレビとか、ありがとうございます、ね、ラジオとか、まあ、それは楽しいお仕事だったんですけどね、うん、そういうメディアのコーディネートみたいなこともしながら、もうね、本当言うてる間にあっちゅう間にもう日が暮れるっていうのをずっと続けていって、で日が暮れたら暮れたで日本時間のちょうど朝が始まるわけですよ、うん、じゃあ僕もその辛坊さんのヨットクルー
としてのこう役割とか、日本放送のお仕事以外にも僕仕事してるじゃないですか、いっぱい、うん、大阪のテレビの番組の仕事とか、うん、そういう会議とかリサーチとかネタ出しとか打ち合わせが始まるわけですよ今度。だから1日2部制みたいな。で、いや大変だね、こっちの夜11時12時が近づいてくると、例えば日本放送で喋ったりとかし始めて、うん、気がついたらもうこっちの夜の2時3時みたいな。海外取材行くとみんなそうなんだよね。日本の時間と違うじゃない、うん、だから向こうで例えばオリンピックとかね取材に行くと、うん、もうそれをずっとやってるわけ、うん、でサミットの取材したりね、うん、でそうすると夜は夜で東京から電話がかかってきたり大阪から電話がかかってきて、うん、その仕事しなきゃいけないから、うん、ずっと20時間体制だよね。そうなんですよ、決して楽じゃないんですよ。なんかいいよねサンディエゴ行けてみたいな、大体、まあ、僕が日本にいても海外出張取材行くスタッフに対してはそう思うんですよ、うん、言うよね、ね、海外取材ってそんな楽じゃないんですよ。実はそれは僕はよくわかる、うん、あのもともと私プライベートで行くって言ってたところにいろんな番組が乗っかって、もう今ほらテクノロジーが発達して私のスマホ1台でテレビの中継できるようになったじゃないですか、うん、でコーディネーターさんとかいなくたって、うん、Google 翻訳があれば僕英語全くできないですけど、まあまあ Google マップと Google 翻訳と Uber があればですね、タクシーにも乗れる、会話もできる、どこにでも行けるってなってくると、うん、全部一人でよう済むわけですよ、こういうラジオの出演も含めてパソコン1台あれば世界中どこででも。だからこれ、まあ、テクノロジーが発達していいんだかどうなんだかっていう。なるほどね。そんな感じ、まあいいや、なべちゃんの話はいいや。さところで、いいんです、君の愚痴はもういいよ。辛坊さんはどんな感じだったの？あのね、辛坊さん到着した当日はですね、結構ランニング範囲の状態で、まあ到着してちょうど日暮れギリギリぐらいのタイミングだったんですけど、まあ、ラジオの出演とか終わった後比較的、3、40人ぐらいこちらの日本人のファンの方とかが集まってくださってたんですが、うん、まあ、皆さん気使ってお疲れでしょうから今日も早く休んでくださいって、もう比較的皆さんさっと帰りはったんですね、うん、で、まあ、辛坊さんもちょっとやっぱり、ね、興奮冷めやらぬという状態だったんで、うん、まあ、メルマガ担当の S さんと3人でちょっとヨットの中で軽くシャンパンを飲みまして、その後お腹が減ったっていうんで、ハンバーグーを食べたいって言ってたんですけど、グーがなかったらハンバーガーの方に行ってですね、うん、ハンバーグーじゃなくてガー、ね、まあ、ガーの中にグーも含まれてますから ね、 まあまあね、でツイッターにも上げてたハンバーガー屋さんで、美味しそうに食べてたじゃない、なんかね、やっぱり、え、美味しそうに食べてた辛坊さんでしょ、ね、あれでやっぱりね、陸に上がってまあ、久しぶりにこうちゃんとした食べ物を食べたっていうところでホッとされたのか、そこでちょっと落ち着かれた感じがありましたね。なるほど、うん、で、まあ、落ち着かれてヨットに帰ってもその日は解散したんですけど、うん、まあ、翌日以降はですね、やっぱり辛坊さん、そのやっぱりそのね、さっきオープニングでも喋ってるの聞こえてましたけど、うん、やっぱりね、ヨットってヨット乗りの人にとってはもう自分の体の一部というか、うん、本当にもうパートナーなんでしょうね、うん、生き物のようにやっぱり扱われる方多いですけど、やっぱり辛坊さんも例外なくそうで、うん、やっぱり往路でだいぶ痛めつけたやっぱり自分の相手、愛するヨットを、うん、やっぱり一刻も早く修繕してあげないといけないと、人間でいうとやっぱり一刻も早く病院に連れてって治療してあげないといけないって思いがやっぱりかなり強くて、こちらでいろいろ修理の段取りもしてたんですけど、うん、なかなかね、こちらヨットの町ではあるんですけど、今ちょうど夏休み夏季休暇に入った入り口あたりでその、うん、すごい修繕屋さんも混み合ってて、なかなかこうすぐ来てくれる人がいなかったんですけど、うんうん、やっぱり辛坊さんもとにかく早く修繕をしたいと、でも自分ができるところからもう翌朝日が昇ると同時にやってらっしゃいましたね。だって辛坊さんなんか自分は何もしてないけどカオリン5のおかげでここまで来たんだって、こうおかげでおかげでって言ってました、ね、連れてきて連れてきてくれたと。で本当に僕が見てもだいぶやっぱりいろんなところが、その船体自体は特に傷がいってるとか穴が開いてるのはもちろんないんですけど、うん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 、もうほとんどのロープ類がもう切れちゃったりしてたんで、うん、相当、うん、万全の体制で走れるという状態ではもうほとんどないというか、もう2割3割ぐらいの力しか出せない、もうまさに満身創痍の状態で入港してきたんで、うん、やっぱりその気持ちもちょっとわかるかなと。だから日々、まあ、次出航するまでの自分の気持ちをこう追い込む意味も含めて、うんうん、毎日日の出と同時に何かしらヨットのメンテナンスをずっとやってましたね。ねえねえ、さ、公開中にさ、なんだっけ、お米をさ、排水溝にばらまいたりとかさ、からなんだっけ、油をさ、船内にばらまいたりとかしたとか言ってたじゃない、はい、それどうだった、はいはい、
まあ、油はもちろんきれいに拭き取られて、うん、まあ、1日か2日、そのね、一応揮発したものに引火してはいけないのでっていうのは、火気厳禁でっていうので、はいはい、まあ、僕が行った時にはもうきれいになってたんですけど、そのビルジっていうね、そのヨットにこう、はい、海水ってどうしてもこう穴が開いてなくても入ってくるわけですよ、後ろのプロペラのところ、どうしても穴開いてますよね、うん、軸が通るところだけは、はいはい、そこから染み出してきたりとか。海水が入ってくる、どうしても海水が入ってくるんですよ。それが溜まる場所があるわけですよ、うん、でそこにお米が流れ込んだらしいんですよね、うんうん、どういう状況だったのか分かんないですけど、で最終的にそれ全部ポンプを買ってきて吸い出しました。おお、大変だそれ。はい、完璧に溜まってた水は全部抜いて、うん、なるほど、捨てました。あとね、はい、火事の安藤さんがおっしゃってたんだけれども、結構船体、はい、なんだっけ、ロープとか切れてたりさ、結構やばい状態じゃないかなっていう話をしてたけど、はい、それどうでした、見てて。ね、すごいなと思ったのは、うん、シュラウドって言ってこうマストですね、ヨットにこう、はいはい、縦に天に向かって立ってる帆を支えるための柱、はい、これを両脇から支える、まあ、金属の、まあ、太いロープがあるんですけども、うん、このロープをこう、まあ、上のところでこう縦のロープを横向きで支えるロープがあるんですが、うん、この金属が破断したんですよ、うん、もうね、小指ぐらいの太さの金属が風の力だけで、うん、もうスパーンと、うん、切れてたんですね。相当強い風だったんですね。想像できないけど。すごいね。うん、金属ですね。自然の力ってすごいなと。だから金属、小指ぐらいの金属の太さのものが切れるぐらいなんで、もう普通のこう布製のロープなんかはもうほとんどがまあ切れたりとか、もうほつれてたりとかってだいぶ傷んでましたね。やっぱ自然の力すごいね。あとさ、辛坊さんのね、うん、はい、ほら、なんだっけ、放送聞いてたらさ、はい、14キロくらい痩せたって言ってたけれど、体重とか体調とかどうだったの？はいはい、ね、正直私が肉眼で見てる限りはそんなになんか痩せたかなって感じではあったけど、ね、冷え面でさ、やたらなんか仙人状態になってたけどさ、うん、そうそう、そうなんですよ、うん、ただこちらに到着してですね、4日目ぐらいにこちらで、まあ、出迎えてくださった日本の方のご自宅に招かれて、うん、まあ、ちょっと晩餐会みたいなものが開かれたんですが、うんうん、そこのご自宅に体重計が置いてあったそうなんですね、洗面所に。ほいで、それに乗ったらおっしゃる通り 13、14キロ痩せてたっていうんで、それ多分ね、だいぶ食事とかをわんさか食べた4日目ぐらいだったので、うん、多分到着した当日はね、17、18キロ痩せてたんじゃないですかね。わんさか食べて、なるほど。1ヶ月間でそんな痩せる。すごいな、17キロ、ダイエット。で、本人がずっと言ってたんですよね、やっぱり腰から下の筋力がもうものすごく衰えたと。だから、まあ、慎吾さん、もともと歩くの好きという、好きというか、まあね、体力維持のために結構、そうそうそう、その日本でも歩くの好きな人なんですけど、歩くのも好きだし、キックボードで東京駅まで走ってみたりさ、そうそうそう、確かに、だったじゃない。うん、もうね、こっちで20分かそこら歩いたら、もう本当にもう本当のおじいちゃんみたいに、もうヘロヘロっていう感じで、やっぱりちょっとこう歩いてる後ろ姿なんかも、どこかしら頼んない感じのね、やっぱだいぶ、うん、そのヨットの中っていうほとんど歩かない環境の中でだいぶ弱ってんだなと、うん、腰から上はね、うん、すっごい筋肉使うんで、ね、行商みたいなね、がっちりしてるんですけど、うん、やっぱりね、足腰がだいぶ弱ったっておっしゃってましたね、うん、あとやっぱりね、2ヶ月間船に揺られてたみたいで、うんうん、何もないヨットの中でこうほぼ揺れてない係留中のヨットの中でこうこけたりとかね、うん、あとそれこそ雑誌のインタビューに、ここの幅は揺れないんだよって言ってるんですけど、うん、僕とか S さんは全然揺れ感じてるんですよ、引き波とかで。だからもうちょっとやそこらの揺れを感じないぐらい三半規管が弱、まあ、ちょっとこうなんていうんですかね、もうおかしくなってるっていう。いや、それ逆に海に慣れてるんじゃないの、それって、っていうことなんですよね。だから帰りは全然陸からサンディエゴから出てからは船酔い一切してないって言ってましたね。あれ、これさ、帰りもさ、古野電機さんのホームページでずっと見られるんだよね、これ。見られます、見られます、ね、もう出てます。ね、はい、で、帰りは どうなんですか、こう行きに比べて、その南回りっていうのは楽だというふうによく言われるんだけれども、どんな感じ？うんうん、
まあ、あのそうですね、辛坊さんもそう言ってましたね。で、うん、あの何よりあの到着されておっしゃってましたけど、やっぱり行きっていうのはあの8年前のを、うん、まあ、挑戦を、まあ、完結させるため、まあ、人生の辻褄を合わせるための、まあ、挑戦だったと、うん、でそれを、まあ、果たしてこの帰りこそね、辛坊さんにとってはきっとその南回りで本当にやりたかったこう旅になるんじゃないかと僕お話してて思ったんですよね、うん、で、貿易風、安定した貿易風で、うん、まあ、日本に近いところらへんまではあの結構お天気も安定して、うん、まあ、進めるそうなんですが、うん、やはりあの日本近海に近づくと、まあ、8月に入ってきますので台風が心配だということで、そうだよね、台風の時期ですよね。小笠原諸島、うん、の縦のラインに沿いながら、うん、台風が何日か後に近づいてくるっていうのが分かった時点で、うん、小笠原諸島の、まあ、あの父島あたりにですね避難をして、台風をやり過ごしてからもうこの1週間は台風来ないっていうタイミングで一気に大阪まで出ると、そういう作戦で行こうかみたいなことは言ってあの出られましたね。なのであの家事者の安藤さんとかのサポートも得ながら、はいはい、ひょっとするとあの父島あたりに一旦、まあ、入国というか入港をして、うん、天候を見計らって安全な期間を見計らって大阪まで今度あの進むという、うん、2段階のちょっと進み方、うん、安全性を、うん、あの取ってというそういうことになりそうですね、うん、じゃあさっきジュリアさんが言ったようにハワイに寄って奥さんを呼ぶとかないんだな。なんかねハワイはねすごい入港が難しいらしいですよ。あ、そうなんだ。岩とかいろいろあって、うん、言ってます。あと風もね結構難しいんですってハワイは。へえ、うん、あの陸にいた期間ね、どうぞ、あの、はい、船ある程度修理して出港したじゃないですか。あの辛坊さん自体は、はい、あのだいぶ完全復活された状態で体調も、うん、で出港されたんですか。そうですね、あの痩せてたりとかその足腰弱ったりはありましたけど、そのいわゆる病気的な感じの体調の悪さっていうのは全くなかったですね。で、辛坊さんも到着された翌日に、うん、1回接種で済むジョンソン&ジョンソンのワクチン、私も1週間前に打ったやつと同じものを打ったんですが、うんうんうん、あの副反応も出ずピンピンしてました。ピンピンしてた、はい、ナベちゃんはなんか副反応出た、はい、あ、私は副反応出ましたね。打ったその日に頭痛と倦怠感、そして、夜中にあの寒気を感じて体温計を持ってきてたんで、うん、測ると 37.3 度、うん、で、あのロキソニンを飲んで、まあ、あの半日ぐらいで収まりましたけれども、うん、あの副反応出ましたね。やっぱりね、なべちゃん若いからね、はい、なんか出るんだなきっとな。なんかでも効いてるって感じがしますよね、副反応出ると、ね、なんだよそれなんだよそれ、なんかこう、ねえ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 、辛坊さんのさ、どんくさい話とかさ、はい、面白い話ないの、なんか、なんかあるでしょう、なんかありそうですよね、久しぶりの陸地で、まあ、そうですね、まあ悟りを開いたって言ってましたけど、あのミニスカートのピッチピチでスタイル抜群の呼び屋の姉ちゃんに呼ばれてステーキ屋さん入ったとか、そんな感じです、ね、あ、やっぱそういうのは健在なんですね。いや、あのね、辛坊さんとメールマガ担当の S さんと僕と3人でガスランプクォーターっていう、まあ、あの市街地の真ん中をこう夕方歩いてたわけですよ。ほうほう。で、こっちはもう全員マスクも打って、であの S さんも含めて全員ワクチンも打ったんで、はいはい、まあ、ちょっと交代できるまでは時間かかりますけど、まあ、街を普通に歩いてたわけですよ、はい、なんかこう夕暮れ時にこうヘローみたいな感じでこう耳障りのいいこう声が聞こえてきてですねおいおいで、どこ入りますって言ってパッて横を見たら2人いなかったんです。あれみたいな。で、後ろ振り返ったらもうその女の人に呼び止められてこうステーキ屋さんの中に入ってくるちゃ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 みたいな。想像できる、ね、いや、いいですね、悟りが開いてない。さすがやっぱり辛坊治郎さんだよね。やっぱ僕の先輩は健在だ、変わらない、よかった、なんかよかった、そういう部分も、なんか健康そうで、ね、辛坊さんだった。あえて僕からはね、あんまり日本のニュースのこととかやっぱりもうせっかくね、オフの空気の中でって僕から言わなかったんですけど、うん、やっぱり4日目ぐらいに辛坊さんから聞いてきましたね、うん、ほんで日本はどうなってんだ、日本はと、あの第3波4波とかその、うん、若い人たち重症者増えたりするのかとか、オリンピックやるのかどうなんだみたいな、うん、あの辛坊さんからやっぱり聞いてこられたりしたんで、うん、やっぱりニュースとか気になってんだなっていう感じがしますね。
日本はもうあの菅総理じゃありませんよとか言った方が良かったんじゃない？いや本当ね、冗談にも、あのね、辛坊さんね、こっちでちょっとした有名人で、やっぱりね、一人シングルハンドで日本からやってきて、またシングルハンドで出ていくっていうのはね、それなりにこっちのヨット乗りの人とか、こっちに住んでる人たち、こうほら、アメリカって冒険家とかこうチャレンジする人に対して寛容っていうか、はいはい、そうだよね、尊敬するよね。どっから聞きつけたのかね、やっぱり同じハーバーに入校してきた海外の方とか、うん、サンディエゴにお住まいの外国人の方とかが、うん、やっぱり、ね、ちょこちょこね、あの1日辛坊さんのところで修理してるとハーバーにやってくるんですよ、うん、で日本から来たのかと、シングルハンドで来たのかと、うん、またシングルハンドで買えるのかと、でこう、うん、修理をねしに来てくれたプロの業者さんも他の予約があったんですが、うん、いやシングルハンドで来てシングルハンドで買えるってそんなやつがおるんだったら修理できるのは誇りだって言って、ちょっと他の予定をね、うん、こう工面していらしてくれたりとかね、ちょっとした有名人でしたよ。でこの番組もね、こっちのサンディエゴ の、 あの日本人の方々も聴取率ほぼ 100% ぐらいの、うん、嬉しい、 あ、 の、ね、ありがとうございます。ラジコが使い物にならないんで、はあ、YouTube とかポッドキャストで、あのテレビはやっぱりこっちでそう簡単には見られないんで、うん、日本のね情報源ってやっぱりラジオなんですよ、日本の。でやっぱりこうやって YouTube とか、うん、ポッドキャストで公式に配信してくれてる番組ってすごいありがたいってこっちの方おっしゃってましたね。すごい、サンディエゴの皆さん聞いてますか、ありがとうございました。いや、あの本当皆さん聞いてらっしゃいますよ、あの本当に。あとさ、あとさ、あの、ヒロさんとね、辛坊さんと、あの、はい、感動の再会をしたわけじゃないですか。あの、ヒロさんたちの反応というか、あの、歓迎ぶりはどうだったんですか？そうですね、やっぱりあの、ヒロさんは、うん、まあ、あの、前回の、やっぱりチャレンジが、こういう形で辛坊さんも、まあ、横断成功してゴールをしたというところに、やっぱりすごくこう、なんでしょうかね、僕が感じたのは、やっぱり安心感から来る涙なのかなっていう感じがしましたね。その、ヒロさんはヒロさんで、ずっとその、こう、完結していない、自分の中の人生でつじつまが合わない、僕だけ片道行ってゴールしたと、辛坊さんはまだそれをさせていないと、僕の夢は辛坊さんが叶えてくれたけど、辛坊さんの夢はまだ叶えられていないっていうところのね、胸の使えがずっとあったんだろうなと。なるほど。それがやっぱりあの今回実現できて本当に良かったっていうのはもう、うん、あの前日にちょっとお食事した時も、うん、あのちょっと涙してらっしゃいましたし、うん、やっぱりそこは大きかったのかなっていう感じはするんです。なるほどね。いや、あの僕もね、前回のチャレンジの時の、まあ、関係者の一人なので、辛坊さんが、はい、あの8年間漂流していたって、それがやっと終わったっていう、うん、あの言葉はね、うん、胸に刺さりました。僕もなんとなくどっかで、ああもうチャレンジしないんだろうなって思ってたのが、うん、再チャレンジとなってびっくりしたけれども、うん、こうやってね、もともとサンディエゴに、うん、あのヒロさんと辛坊さんが入校する予定だったわけで、うん、それを聞いた瞬間はね、ああ8年間漂流してたっていう思いが僕もなんとなくよくわかりました、うん、だからあの僕、辛坊さんが入校したね、そのまあ、まさにその時っていうのはもう本当に右手に YouTube 左に日本放送のマイクだったんで、うん、そこで辛坊さんにもやいのロープを取ってくれって言われたで、もうそれどころじゃなかった。見た見た、 YouTube で見たよ、なんか怒鳴らしたじゃん、なんか早くとか言われて、あのそうなんですよ。ただね、うん、あの5日目でしたかね、あの前回の2013年のチャレンジの時にこちらでゴールのサポートをされたり、まあ、ゴールを待ち望んでいた、うん、まあ、日本人の、まあ、皆様のグループ、うん、まあ、15人か20人ぐらいだったんですが、うん、まあ、ささやかなあのおめでとうというちょっとお疲れさんでした会みたいなものが開かれたんですけど、うん、そこの会場に辛坊さんがねバーッと入っていった時に、やっぱりねもうキャーっていうすごい大きな拍手とね、うわーっていう声がね、先に辛坊さんがこう前歩いてて聞こえてきたんですよね、奥からね、うんうん、なんかそれを聞いた時に僕はちょっと鳥肌が立ちましたね。いいね僕も行きたかったなサンディエゴ、でもまたこれ次日本帰ってくる時もそんな感じになるんですよ ね、 そ、 うだよね、あ、その時はみんなで行かなきゃ ね、 ね、行きたいです、うん、行かなきゃ、うんね、え、いやだってあれだよ、恵美子ちゃんとね、あのジュリアさんの顔見たらね、泣いちゃうんじゃない？どうですかね、いや分かんないけど、分かんないけどさ、ねえねえ、ところでさ、鍋谷さん、はい、はい、アメリカの雰囲気って今どうなの？マスクとかさ、そ、ね、これね、そのワクチンもみんな打ってるし、あのね、私6月8日にこちらに到着したんですが、うん、それからのこの2週間ちょっとの間でね、もう街の雰囲気一変しました、うん、というのも、6月の15日
まあ、日本でも報道があったかもしれませんけど、うん、アメリカのまあ主な各州、主要各州でもうリスタートと銘打ってですね、うん、結構それぞれの市町村のまあ市庁舎前とかでこう市長とかが出てきて挨拶してですね、うん、まあ、いわゆるその社会経済活動の正常化宣言というのがされたんですね、うんうん、でこれまあ今 CDC の発表によると、全米全土で18歳以上の人のワクチンの2回接種完了っていうのがこれまあ 45% で、サンディエガンだからまあサンディエゴにお住まいの皆さんはちょっと有志で 75% 完了したっていうのはこれ私が到着した週末の ABC のこちらのローカルニュースであったんですが、うん、まあ、それぐらいワクチンも進んでいて、で新規の感染確認者数もですね、こちらのピークだった1月8日のもう 5% まで落ち込んでるんですね、うん、で日本の まだ倍ぐらいは、毎日出てるんですが、うん、まあ、死者数もピークの 10% 程度に落ち着いて、だいたいね、うん、今曜日によるんですけど1日100人から300人、うん、で新規の感染確認者数はだいたい1日平均1万人ちょっとぐらいなんですね、うんうん、だから、まあ、日本の、まあさらまあ、両方ともこう倍ぐらいはあるんですけども、もうアメリカとしてはもうこれはもう完全にコロナを駆逐したということで、うん、もう15日から全面的に経済再開なので、うん、ここサンディエゴにですね、例のダルビッシュ所属のパドレスの本拠地見に行きました。ペトコパークがあるんですが、はい、ここはもう見に行ってないですよ。チケットとかもちょっと忙しかったので行けてないんですけ ど、 ここもですね、日本時間の18日からもう一切の観客収容人数の制限を撤廃しまして、うん、コロナ前の状態に戻ってます、うん、なので周辺道路はもう大渋滞で、こちらの日本人の方もいやもう15日過ぎてから道も混み始めたと、うん、で飲食店もほぼ通常営業で、うん、まあ、酒類の提供とかも全然通常通りで、うん、私が到着した6月8日前後はまだホテルの従業員の方ってマスクをしていたり、うん、ホテルのお部屋以外のところではマスクをしてくださいという掲示がされてたんですね、うん、でエレベーターも最大2人まで、あるいは1家族までみたいな張り紙があったんですが、これもですね15日以降、まあ3日ぐらいは残ってたんですけども、うん、一昨日あたりから全部取り外されまして、うん、ホテルの従業員もマスクを取りました、うん、でいろんなお店に設置をされているアルコール消毒のシュポシュポってやるやつもね、はいはい、どんどんなくなっていってるんです。なくなってんの。だからもうね、日本みたいに、ね、変異株とか多分あるんでしょうけども、そんな話どころかもコロナのこの字もなくなってきたんです、ね、うん、あ、じゃあもうコロナを克服したってそっちなんだね、うん、もうね、コロナを克服してもうこの字も出てない感じですね、うん、まあ、もちろん朝 の主要なニュース番組の、まあ、例えば3項目、うん、5項目のニュースの中にはもちろん今日は何人ぐらいの感染確認者が出てて、うん、死亡者数はこんだけでと、でこうちょっと亡くなられたご遺族の方のインタビューみたいなものももちろんオンエアはされてるんですけども、うんうん、日本みたいに朝から晩まで四六時中もう情報番組でずっとコロナコロナ変異株変異株医療崩壊医療崩壊みたいなことは全くないですね。どうですかね、ワクチン広まってきて、うん、日本でもそのマスクをつけずにこう街を歩ける日って来るんですかね、うん、なんかまだ見えないんですけど、うん、そういう状況、ね、もうね、こっちでもね、街行く人の9割がもうこの 2,3 日はマスクしてないですよ。で残り1割の人も、例えばバスから降りて次電車に乗らなあかん、あ、公共交通機関の中ではマスクせなあかんので、みんなルールきちっと守ってしてるんですけれども、うん、僕もするんですけども、うん、まあ、例えばバスから電車の乗り継ぎの時にもう一回外すのめんどくさいからつけてるみたいな、まあ、それぐらいの人ですわ、うん、マスクしてるのは。もうあとほとんどの人はしてないですね。で日本もいずれそうなるんでしょうけど、うん、なるよね、きっとね、僕もね、うんうん、最初ちょっと怖かったです。でもだって、うん、ワクチン、まあ、ワクチンが万能とも言いませんけど、うん、ワクチン接種した人の数ってまあ半分なわけじゃないですか、うん、でも街を歩くと9割の人がマスクしてないわけですよ。残り4割はワクチン打ってないのにマスク外してんのかーいっていうのがあって、うん、こうアメリカ人って声でかいじゃないですか、みたいな感じでこう歩いてそれどうかな偏見だと。いやいや、ちょっと関西人と似てるよね。声でかい人多い、声でかいでかい、うん、だから、うん、明らかに何か飛沫しぶきが俺の顔に飛んだなみたいな瞬間もあって、ちょっとやっぱり最初は怖っと思ったんですけど、いや結構みつみつなんですよ、このビーチサイドとかはね。だからちょっと怖いなと思ったんですよ。もう慣れましたね、2週間ぐらいで。まあその辺はね、ちょっと帰ってきてからさ、ゆっくりまた教えてよ、ね、来週も伺いね、そうですね、それとあれだよ、でもね、うん、どうぞ。
これだけは伝えておこうと思って、あのパシフィックビーチっていうね、サンディエゴ市内からバスで小1時間ほど北へ上がって夕日の綺麗なビーチがあるんですけど、うん、もうここはね、もう本当にあの並んでクラブのような海の家とかね、うん、もう若いピッチピチの兄ちゃん姉ちゃんでね、もう3つ3つノリノリの音楽が鳴って、もうマスクつけてる人なんかほぼゼロ。それ今日一番言いたかったことでしょ。それが言いたかったの。今日一番言いたかったことですよね、それで。いやだからね、うん、台本にも書いてある、まあ、あそう、わずかね2週間ぐらいしかこっちに来てないんで、何をちょっと海外かぶれしてんねんって感じですけど、でもね、日本ってね、よくやってるなと思います、あの日本国民が。なるほど。やっぱりあのすごいコロナも抑えられてるし、あの、うん、でこれで医療崩壊が起こってるのはよく意味が分かんないし、これでまだ未だに緊急事態宣言とか、まあ、マンボウとか言ってるのもよく分かんないし、うん、オリンピックやるやらないとかってはっきり発言してないのも分かんないんですよ。だから、うん、こっちの人に日本人って分かると、オリンピックやるんだろうって一番最初に挨拶がね聞かれるんですけど、うん、やるよってこう胸を張って言えないのが日本人としていかに恥ずかしいか。うん、だからここはね、やっぱりね、日本の政治家なのか、やっぱオリンピックの関係者、まあ、トップの人間がやっぱり腹をくくってね、どうせやるならね、うん、あのやりますって言って盛り上げてやらないともったいないと思いますよ。了解。なんかね、了解。いや、あの、だんだんだんね、人数制限を鍋谷に節が始まってきた。そういう報道は聞こえてくるんですけど、うん、なんか結局やるのかやらないのか誰もはっきり言ってないじゃないですか。確かに。何なんだよそれって感じ、ね、まあそのあたりはさ、帰ってきてからゆっくり議論しよう。来週鍋谷ツアーでまた、うん、はい、はい、まあ、あのでも本当気をつけてね。それからあの、はい、また辛坊さんのフォローもちゃんとよろしくお願いしますね。はい、わかりました。はい、はいはい、鍋谷さん、ありがとうございます。ありがとうございました。お聴きいただいている曲は、鍋谷さんから辛坊さんへ送るリクエストで、川島英語旅の途上でした。続いてはエミコズ愛。このコーナーは私とジュリアさんが気になったピッチピチの情報をいち早くお届けするコーナーです。大丈夫、ピッチピチの情報、ピッチピチなんか多いな。鍋谷さんがあの台本でここまで引きずってますね、ピッチピチのお姉ちゃんを。はい、ハードル上がるけど ね、 これ ね、 ねちょっと、はい、ピッチピチの情報お願いします。ピッチピチの情報、はい、あの今週は私が、うん、あのスターバックスターバックスコーヒーの、ほう、スターバックスピチピチ、ピチピチの情報があるんですよ。あ、はいはい、あのフラペチーノってご存知ですか。フラペチーノ、あ、ちょっと冷たいね、ちょっとシェイクみたいな、ね、はい、はい、あの美味しい、はい、夏になると飲みたくなるじゃないですか、うん、はい、あれで今ね47地元フラペチーノっていうのが、うん、6月30日から、うん、販売されるんです。47ところで47都道府県ってこと。そうです、うん、はい、スターバックスが日本上陸25周年企画。お、もう25周年も経ってんの、らしいですよ。踊りは何年前でしたっけ。2、3年前だったら、最後までなかったからね。はい、砂場あるけどスタバはないっておっしゃってましたね、平井知事がね。もう全国から注目されて鳥取もオープンしましたけど、はい、今全国にねスターバックスがあるので、はい、そういう47地元フラペチーノというものを発売するっていうことになったんですけど、はいはい、それぞれ地元の従業員さんがその地域の特色を生かしたアイデアをもとに商品化されたものがね、47都道府県分あるらしくて。大阪ってなんだろう。はい、いろいろ気になるじゃないですか。大阪ソース、ソース、ソース、飲みますか。それはちょっとどうよ。いやでもよくあるじゃん、なんかあの塩キャラメル的な感じで、こう、ね、あるよね、生クリームにおたふく、はいはい、あ、はいはい、ある、どうぞ。はい、で、まあね、全部はちょっと今日ご紹介しきれないんですけど、はい、うんうん、大阪、やっぱりね関西なので大阪気になりますよね、うん、はい、大阪はミックスジュースをアイディアに生まれたものが、はいはい、ありまして、はいはい、バナナやリンゴ、桃、オレンジなどのフルーツが入ったミックスジュースに、うん、マンゴーやパッション、フルーツなどトロピカルな味わいをブレンドし、ホイップクリームを合わせてクリーミーな味わいにしました。美味しそう、美味しそう、ね、美味しそうですね。ちょっと混ぜて、はい、いやいいね。ね、で大阪はまあミックスジュースっていうイメージじゃないですか。どう、兵庫、兵庫、あ、兵庫も気になりますよね。兵庫もあります。兵庫はですね、兵庫なんだ、兵庫が、兵庫、え、はい、兵庫のフラペチーノの名前がコーヒーじゃない、兵庫コーヒー、コーヒー、バリチョコ配当フラペチーノ。バリチョコ、何、バリチョコ配当フラペチーノ、配当、配当、配当、入っている、あの、はい、神戸とか晩秋弁とかでね、何々しとみたいなことが言うので、はい、それが名前になってるんですけど、え、でもチョコってね、神戸でそんな
有名なのかなスイーツとかパティスリーが多いって思うじゃないですか、はいそねうんはい、でそれがなんでかっていうと、うん、これは兵庫のきっと従業員さんが考案したものだと思うんですけど、うん、兵庫県の地域ごとに異なる歴史や文化がそれぞれの特色となり、うん、ハイカラでカラフルな魅力や個性豊かでロマンあふれる県民性が県外にも広く知られていますが、そんな兵庫を一つの言葉で表現し、うん、バリカラフルな魅力が詰まった兵庫の街をモチーフとして考案しましたということで、うん、そのバリカラフルなということで、うん、そのいろんなチョコレートを詰めましたっていうことらしいです、はい、チョコレート尽くしでミルクからビターまでとかこういろいろ、はい、ダークモカパウダーにチョコレートチップシェイブチョコレートを乗せてチョコレート尽くし、なんか変なとこないの、変なとこ、変なところも変なところというかですね、あるんですよ、それ何みたいな、あるんですよ、ちょっと待ってくださいね、例えば山口県が、フグが入ってんの違うフグはねちょっと違いますね、はい、重ねちょるご抹茶クリームフラペチーノ、ごま、はい、ごま、ごま、ごまといえば国内で流通する 99% が海外からの輸入らしいんですね、はい、でもなんで山口でごまって思うじゃないですか、そうそうそう、はい、で山口県のごまの収穫量自体も年間1万トン程度、うんうんうん、決して特産とは言えないですけど、なんでってなるじゃないですか、うん、はい、これは山口県に歴史に名を残した人物が多数存在したことと、うん、紀元前3000年頃から食べられていたとされるごまを結びつけて、うんうん、歴史と自然が融合した山口県を表現しましたっていうことらしい、なんかだいぶ遠いね、遠いなでも、はい、しょうがないでも、はい、これは地域の従業員さんが考えたものなんです、ねえ、はい、僕の出身の鳥取県はあって言うと思いました、あ、えらい、はい、鳥取はですね鳥取砂丘をイメージしてます、さあどんな、あ、分かった分かった、きな粉をまぶした、きな粉、きな粉まぶして、きな粉、あ、砂場を表現した、そうそうそう、違うな、ゆきさんは、梨だよ、梨、あ、違うな、違う、鳥取砂丘です、鳥取砂丘です、鳥取砂丘です、はい、鳥取砂丘の、はい、それは今のジュリアさんの方が近かったな、ね、はい、鳥取砂丘は、うん、まあきな粉、確かにきな粉でも表現できそうなんですけど、うんうん、鳥取県スタバックスができたの自体はちょっと遅かったんですけど、一番最後だよ、はい、2019年度の、国内コーヒー消費量が鳥取市が全国3位ということで、うん、コーヒー好きの方が多い、そう、コーヒー好きが多いんだよ、はい、ということで、はい、昔から喫茶店が多いんだって、へー、うん、なるほど、なのに遅かったんですね、入ったいやだから多いから、そういうさ、地元のさ喫茶店がたくさんあって、はい、自家焙煎のとこも多くて、はいはい、ほいでスターバックスが入って来にくかったんだ、そういうことか、はい、はい、どうぞ、それでコーヒーとよく合う人気のキャラメルを使ったもの で、 ほう、でそのキャラメルソースを、砂丘っぽくこう、うん、ぽく盛り付けて、はい、盛り付けて、うん、作ったフラペチーノがあるそうです、なるほど、今キャラメルで思い出した、はい、鳥取県ってね、お葬式にね行くと必ずキャラメルが出るの、キャラメル、あ、渡される、それはつまり、はい、なんだろう、80歳とか90歳とかね、うん、天寿を全うしたっていう方が、うん、亡くなられると、はい、必ずキャラメルが出る、なんか意味があるんですか、意味がよくわかんないんだけど、はい、これ県民庁でもやってたんだけど、そのキャラメルがもらうと、あ、天寿を全うされたんだなってみんな思うっていうね、なんかクリームパンが出るみたいなのも聞いたことあるんですけど、クリームパンじゃなくてアンパン、あ、アンパンか、アンパン、これもびっくりした、私も実は父が亡くなった時にね、はい、母が土井宏ちゃんとアンパン買っとかなきゃって、アンパンどうすんのって、葬式には必ずアンパンなんだからって、はぁーっつって、キャラメルとアンパン、アンパン、で、もうなんだろう、まあまあまあ、はい、やっぱほら県民賞的なあれがありましたね、はいはい、いろいろ、はい、でも面白いですよね、うん、はい、そう、スターバックスの話だよ、スターバックスです、はいはいはい、で、まあ、こんないろんなものがあるんですけど、もう一つちょっと不思議だなと思ったのが、栃木って言ったらやっぱりとちおとめとかあるじゃないですか、いちごね、いちごだろうって思ったら、一大生産地、はい、ライ様パチパチチョコレートフラペチーノ、ね、パチパチ、はい、これは雷、そうです、栃木県が日本でも有数の雷の多い県であることを受けて、マンゴーパッションソースを使って、ういう、はい、真っ暗
な空に光る雷を表現して。面白い。俺の方がもうなんか年だね、雷って言ったから雷族で暴走族かと思っちゃう。全然全然違う、ね、印象悪いじゃないですか。そうだね、はい、ということでね、この夏は47都道府県でもうそれぞれの味が楽しめるので、その場所でしか味わえない。そうなんです、その都道府県でしか味わえません。今言ったのはその県に行かなきゃダメなのね。そうです。金額は一律？一律です。それさ、はい、行くとなんかスタンプがもらえるとかそんなじゃないの？はないんですけど。あ、ないんだ。はい、あ、まあ、夏休みでねちょっとお出かけすることとかもあるかもしれないので、はい、8月3日までなので、はい、他県に行ってみたら試してみてください。行ってみましょう。はい、ここまではエミコツアイをお届けしました。さあエンディング恒例、太平洋横断前、辛坊さんが自宅から掘り起こしてくれたレアものプレゼント、今週がなんと最後になります。おラスト。その最後を飾るプレゼントは何でしょうか。すごいものでしょう、はい、きっと、はい、何だろう。目の前にありますよ辛坊。あ、これですか。これじゃないよね、はい、これそれです。何ですか。帽子が飛ばないホルダー、帽子のお友達って書いてある、はい、強い風が吹いても大丈夫って書いてあって、うん、なんかこれなんか何色、茶色茶色、白みたいなで、水玉がついていて、なんかこれ何、なんか、ね、これ猫かなんかがついてる、はい、でこれ何に使うの。これね役に立ちますよ。皆さん役に立つかわからないですけど、それこそヨットに乗るときとか、うん、船、私だったらバスボートに乗るときとか、うん、漁船に乗るときに帽子、うん、風で飛んでいっちゃうじゃないですか、うん、でも夏だったら日焼けしたくないじゃないですか、うん、それ服と帽子を止めるものです。飛んでいかないように。あ、飛んでいかないように。あ、はい、ストッパーみたいになってるのね。そうですそうです。結構役に立ちます。あ、使ってるの、えみこちゃん。私は使ってないんですけど、うん、釣り人さん結構使ってる方多いですね。アウトドアの時いいですよ ね釣りに限らず。使ったこともないし見たこともない。これなんか全ての帽子にこう紐がついてるわけじゃないから、はい、あ、まあ確かにね、デザインもまあシンプルですもんね、うん、これがラストか。これがラストか。いやでも実用的です。実用的、はい、ポケットティッシュなんかと比べたら。ポケットティッシュ結構来たんだから。あれデザイン何でしたっけ。なんだっけ、スマータンじゃん。違う、ズームインチャーミン、はい、ズームイン朝のほらマスコットだから。もうないから。まあまあまあないですけどね、はいはい、欲しいという方はですね、はい、KISSFM 神戸の公式ホームページから番組プレゼントの応募フォームよりエントリーしてください、はい、なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。メッセージも同時にお待ちしております。さあ今週もあっという間に終わりました、はい、終わりの時間が近づいてきました。辛坊さん日本へ早く帰ってこないかな、2ヶ月ぐらいかかるんですかね。そうですね、だからね、うん、9月の多分頭ぐらいなのかな。だから本当にさっきね、うん、鍋谷さんが言ってたように、はい、台風がちょっと気になる季節ですよ ね、だから小笠原とかに待機して、うん、そこでずっとまた帰ってこないとかそんなことにならないかな。大丈夫かな。いやでもなんか案外心地よくてそこに住み着くみたいなこともありそうですよね。なんかね、前に聞いたんだけど、小笠原に辛坊さんの先祖かなんかの、あ、おっしゃってた、なんかあるんだよ、うん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 、本当だ、行きたい、だから行きたいんだって言ってました。だから小笠原行きたいって言ってたよね。今だからそう、なんかひいおじいちゃんか何かが小笠原を開拓した なんかそんなこと言ってなかった。うん、本当だ、その可能性ありますね。そのルーツを探る旅かもしれない。もう言ってたらもう終わりの時間です、はい、今週はここまでです、さようなら、はい。